どうも皆さんごきげんよう、実況のライデンです。ニーヤオとまたエンディング回収の方を進めていきましょう。最後ここだよね。これを1個クリアしないんだよね。最後、パスカルを、あの時は、パスカルをどうにもしないっていうか、パスカルをなんか私の個人データ消去してくれみたいなことを言ってたんですけど、それをしなかったらこう恨み言を言われたというか、まあそんな感じで終わっていたと思うんですが、ここだな。いや、あの時なんで消去しなかったかって多分説明したと思うんですけど、もし消去した場合もうそれでそれはそれっきりになってしまうじゃないですか。でもし消去しなかった場合に、襲いかかってきたとしても、あの時のレベルがあれば全然余裕で倒せるっていう判断だったんですね。もし後から襲ってきたとしても、エンジェルスになって襲ってきても全然倒せるっていう判断だったんでっていうことは、その貸してもらった知人に、知人貸してもらった身内に、貸してくれた身内に話したら、それはあの力を持つ者の傲慢だよと言われてしまいました。まあ確かにそうだったかもしれませんね。やか。大丈夫か、パスカル。ちょっと飛ばし目でいきますね。だからコア を完全に破壊したらもう。わかった。再生は不可能ということですね。お前たちに何だって。来た。うわあ、顔怖。こんな怖かったってこいつら。ごめん。この部屋に入られる前に叩き潰す。早く当てて。早く当てて。パスカル怖。じゃあ行くぜ、オラ。余裕でしょ。電撃をしてこない限り、今レベル73なんで、余裕。あ、そうです。ちょっと裏でレベル上げの方を、なんか一箇所なんか何て、最初にアダムかイブかなんかに、アダムか両方アダムか、あれ？え？両方アダム？違う。アダムが、アダムがいたところで、あそこにちょっとなんかないかなと思って行ってみたらですね、あそこどうも敵が無限ポップするような場所だったんで、ちょっとせっかくだと思ってレベル上げをさせていただきました。まあ、レベル73ですね。まあ、特に面白いこともなくおいおい。あとポットの改良をしました。わあ、めんどくさい。もうご覧の通り、ご覧の通りな攻撃力になっております。防御力もかなり上がって、まあ、こんな感じでね、特に苦労することなく。あ、それ欲しいそれ欲しいじゃねえ。あ、来ました。まだ来るのか。飛ばしますね。結局だからパスカルも、そうなんですよね。これがだから、そのパスカルもその機械生命体だから戦う道具として生み出されているわけで、ただだからその戦う道具というか戦う意味ですね、があるから戦っているという。でまあその夜派部隊の最後のシーンも、最後の計画もあれですけど、ナインヤス君は戦う理由がなくなってしまったというか、でもそれでも戦っていたのはあれ 2B のためだったんですよね、おそらく 2B2E というか、なんかすごくそんな気がして、いつも悲しいというか、なかなかね、何のために戦うか。
最初からそれしよう。はいはい、ちょっとやっちまおう。わ、すげえステレオ。強攻撃ばっかだし、周りを取られると届かなくなるんでね。そうでもないか、近づいてるか。こっちの方が早いか、フリカブリが。これで終わりですね。終わらなかった。なんか最後の方に行くに従って。スキップしますね。ごめんなさいね。で、問題はこの後なんですよね。この後の分岐の選択を私は、パスカルをそのままにするという分岐で終わらせたんですけども。大丈夫ですか？ああ、子供たち。で。パスカル操作になってこれまたこう歩き方がパスカルがちょっとルンルンというかなのが悲しいですよね。なんで A2 を走らないんだろう。 A2 気づいてるのかな、もしかして。なんか見た時もこれゾッとしました。でこれで自分たちのコアを、これは自殺。こんなことになるなんて。なんでこんなことに。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。それが将来の役に立つと思って。知識を与えるだけでなんで自殺を。恐怖です。恐怖。私はこの子たちに怖いという感情を教えたのです。恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。こんなことならあの子たちに。ここですね。この苦痛に私は耐えられません。私の記憶を消去していただけないでしょうか。ここですね。さもなくば私を殺してください。でここで剣が装備されちゃうんですよね。確認、ハッキングによる記憶回路の切断を実行。よし、じゃあ頼む。パスカルの記憶を。了解、記憶消去プロセス開始。あ、パスカルの回路って結構変わった回路だね、やっぱり。もちろん遊びますよ。パ
スカルおじちゃんは嘘をつきませんからね。エドゥさん、ありがとうございます。ありがとう。記憶消去終了。再起動タイマーをセット完了。助かる。ほう、なるほど、そうなるか。で、これでどうなるんだ。ああ、そうかそうか。A2 に随行していて気づいたのだが、適正機械生命体感で情報が共有され始めているようだ。まあまあ、この辺はちょっと見たので。それ、データ。了解した。別件だ。なん。データを共有。こちら。同意。だが。まあ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 。推奨。同意では。これで、一応今のチャプターは終わりになりますね。ボット、次のユニットの場所は。報告、 NFCS の故障推測。ちょっと一旦ここで切らしてくださいね。